好，镜头再带你来看到花莲市的城市外交再传捷报。31号的上午，花莲市与日本伊佐市在汉平酒店举行友好交流协定签署的仪式，由市长魏家彦与伊佐市长桥本新在多位贵宾的见证下，共同签约友好城市盟约。花莲市与日本伊佐市31号上午在汉平酒店举行友好交流协定签署仪式。公所除了邀请阿勒菲斯文化艺术团带来原住民特色演出，也安排无定义乐团带来多首自创曲，炒热现场气氛。来，请签署三席的ください。花莲市与伊佐市历经两次视讯交流，去年11月，花莲市跟组团前往伊佐市进行参访，受到当地的热情欢迎。在历经相关人员多次的共同努力下，双方终于完成签订友好城市盟约。嘉彦去年11月首次拜访伊佐市，桥本市长及市役所的职员热情的欢迎，令我们非常的感动。在参访伊佐市的过程，深刻地感受到花莲市的自然景观、文化特色等有许多共同之处，期盼在交流协定的基础下，双方持续在教育、文化、艺术、体育、观光产业等领域密切的交流，深化两地的合作，共同促进繁荣与发展。また今年1月1日に発生しました日本の能登半島地震に対して魏市長が発案された花蓮市役所の皆様による被災者支援の寄付にも日本で大きなニュースとなっておりました。日本人として台湾の皆様に、そして花蓮市の皆様にの優しさに心から感謝申し上げます。このように自然豊かな花蓮市と伊佐市が本日友好交流協定締結の運びとなりましたことを心から嬉しく思っております。そして今回の伊佐市訪問団には、市議会伊佐市選出の県議会議員、産業農業観光の民間企業など伊佐市各界の代表が加わっております。今日から大いに交流し、友好を深めていきましょう。花莲市致力推动城市外交，近年来成果丰硕，目前与美国、日本、韩国、菲律宾、南非等国家共缔盟6个姐妹市及5个友好城市，希望持续获得市民的认同与协力，共同让花莲走向国际，成为全世界旅客访台旅游首选。除了带动观光热潮，提升经贸产业发展，也让花莲的孩子有机会走出台湾，增广见闻，为花莲的未来开拓更多机会。记者徐立勤，花莲市报道。